どうもこんにちは、リュウです。今日は食の暴力を見せてあげましょう。明日も続けて食の暴力シリーズやっていきますので、お楽しみに。使うのはネギと味付き肉だけ。そして Amazon ナンバーワンベストセラーホットサンドメーカー、2345円。こちらホットサンドだけじゃなく、グリルもできるし、フライパンとしても使えるのです。1台3役、優れもの。しかしコンパクトさには少し欠けるが、料理の幅は広がる。庭キャンや家などではおすすめの商品。もちろんキャンプにも使えるが、車を横につけるオートキャンプなど少しかさばっても平気な時はぜひ持っていきたい。そして今回、ネギを切って肉で巻くだけ。誰でも簡単、爆速イージーモード。注意することは一つ、ネギに火が入るまで焦らずゆっくり弱火で待つことだ。両面弱火で10分ずつくらいしっかり焼こう。そしてしっかり焼けたらオープン。わー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 、見て見て見て、もうこれ顔面フルボッコよ。これぞパワー料理、力こそ男の料理。お皿も使われずに眠っていた石のお皿で決めちゃって、あーあーあー、肉爆弾の完成だ。早速切って見ていこう。中のネギもしっかり、あれあれ、微妙か、火入ってるか、大丈夫、ギリギリ入ってた。味も間違いない、安定した美味しさだ。メガトン級の破壊力。しかし明日はこれを上回るテポドン級をお見せしましょう。続きが見たい方はチャンネル登録していて待っていてくれ。それじゃあ。